5月8日日曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図から確認していきましょう。こちら梅雨前線が伸びていまして、沖縄はすっきりしないお天気となります。こちら北海道から九州は高気圧に覆われて広く日差しが届きますが、縁を回る湿った空気の影響で少しにわか雨の可能性もありそうです。お天気流れでも確認していきましょう。時間ごとの予想天気分布こちらです。朝は北海道道北を中心に雨が降りますが、だんだんとこちらは解消傾向となります。広く日差しが届いてオレンジ色の晴れるエリア多くなるんですが、一部静岡県のあたりは雨の予想、またこちら九州南東部も雨の予想となっています。湿った空気の影響を受けて雨が降りやすい空模様となりますので、外出の際は折りたたみ傘をお持ちください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。